これが強すぎる。さあ気づいた頃にはこのダッシュ速度を素で押すし、セラスでもココナスです。今回はさあクロコダイル先生使っていきます。最近アタッカーが増えていて、まあ僕もアタッカー使うとき裏取りの対応って結構めんどくさいなと思うわけであります。そこで裏取り最強さあ先生のダッシュ速度を極限まで上げたらかなり強いのではと考えました。ってことでメダルはこちら、いつもの安定のドレスローとドフィープラス珍しいワーポルのメダルになっています。これでさらに 12% もダッシュ速度を上げるという極限ダッシュ速度増加ぶり編成になっています。後の構想などなどは概要欄にも書いておきますので、ぜひご覧いただき、チャンネル登録高評価などもよろしくお願いいたします。ちゅうことでやっていこう。はい、お願いします。ということで和の国やってみました。ということで、まあ、今回もね裏和の国なんでどんどこどんと裏取り狙っていきましょう。で、まあ、時代はね後部とか言われてますけども、まあ、こと和の国かけるさというところで、時代は2回ブーストを狙っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあここ取ってくれたのは助かって、でよいしょ、 OK で、ここ捕まってほしいなという願いが届いていく。で、こっちから前線来てるのはそれは間違いだぜ。はい、さよならすれ違い通信これが強すぎる。さあ気づいた頃にはこのダッシュ速度を素で押すし強すぎるってこいつの裏取りマジで強いって。で、ここちょっと捕まってほしいな。オッケーオッケーオッケー。ちょっと見えない見えない。おちょ、木見えないぞ。木見えないけど、なぜかぐるぐる回ってって、さりげなくなんか演出が豪華。趣深。このスキル、趣深今の。なんか趣深かったぞ、今のは。さあ先生、さすがだな。俳句とか書くタイプ？プレバト出たら優勝不可避。ここもちょっとしっかりと取っていきたい。そこ多くて。オッケーオッケー、しっかりとちょっと、まあ2年後ゾロならなんとかちょっと肌取れないかなと思ったりです。ちょっとドフィー、ちょっとやだ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 、こう当たってほしい。誰か何かしら当たってほしい。何か全然ダメだ、全然何かしらも当たらなかった。ちょっとあっち守りに行くか。最悪こうちょっと4-1をキープして、あの時代は2回ブーストというところで保っていきたいんで、なんでこうなんか遅れてガードが出、ちょっと卑怯それはちゃうやん。いやでもここ4個取れてるのずっと偉くない？割とやっぱこういう感じで、さあ先生こうどん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 裏狙ってって、まあ、4個ね、それこそ4個3個ずっと旗を死守することによって、こんだけキープできたら、まあ多分ね2回ブースト来ると思うんですよ。で最終終盤状態で、まあ、ガッとねまた取り返すことができると思うんで、いやここのさあ先生の裏取りがギャーチ強いという感じなんですけども、さあおてんさんが任せろ、俺が頑張って、ごめんロー無理だわ諦めがかなり早い守りてもしっかり守れというが、しかし自分の諦めはすごい早い。さあ作戦通り2回ブースト来た。マジで作戦通りすぎないか。であそこ守り切った方がいい。で赤犬さん頑張って戦ってくれてるんで、まあ、スキル2で、援護しながら、まあ、回復&なんかバフをかけつつ、何のバフかは忘れたけど、まあ、ちょっと、回復して、まあ、してもろって、オッケーここ取れた、オッケーでかすぎで、さあ先生のおかげって言ってくれてもいいんだよっていうところで、もう用事終わったんで、シンプルにもう最後走って帰るスキルがなくなった途端もうシンプルに走って帰ると瞬速の CM お待ちしております。ごどりありがとうございました。はい、ご視聴お願いいたします。ということで、最近出たばっかりの同じ属性同じスタイルブロックがいるんですけども、さあしっかりとどっちが強いのかっていうところ白黒をはっきりつけていこうぜと。さあブロック貴様にこれができるのかとしっかりとアピっていったところで、赤犬さんが来て何もできない、そう考えるとブロックにしっかりと弱音を見せていきつつも、さあここで捕まえていきたい、いけるいける、ナイスナイスナイス、ゴーゴー、このステージは闘技というものが存在する。かっこよく4-1でここで行けそうだったんだけども、高速で特製エリアを運んでったクロコーズデリバリー。ちょっと待ってよ、ここは旗狙いに行きたいな。まだなんとかなるんで、まあ、なんか死にそうなんだけど、まあ、なんとかなるんで、初期旗狙っていくか。まあ、初期旗狙うんで、ワポルのメダルも今活躍してるし、ただね、特性がちょっと発動してないのが結構きついかなっていうところなんだけど、まあ、これ、サー先生ね、回復することができますと。で、これで捕まえてしまえば、回避したら、離す。そして、吹っ飛んでいかないと、そこはちょっときついな。吹っ飛んでいってくれたらな、マジでかかったんだけどな。あと、通常攻撃でなんとか倒せそう。いける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 。あ、ちょっと待って、これ使わない方がよかったな。しまった、終わった、うわー、はい、ということで、もう一回、サー先生やっていきます。よろしくお願いいたします。サー先生ね、正直このステージ、マジで縦横無尽に切るから、もうどこの旗も狙いに切る。なんなら走っても足速いと、このスピード、足の速さ、回転力、サニーブラウン。また、これ、やばい、うわー、ぐわどんだけ東京に引かれんだよ。おいお前、踏んだり蹴ったりじゃねえかよ、これ。もう勘弁してくれて。さあ先生、なんか悪いことした？いや、さすがにそれは。
んー、だがしかしちょっともうひどすぎる。はい、ネバーギブアップ。しっかりと。さあ、先生、諦めない。もう、闘魚に2回引かれたり、敵のスキル全部食らったりと、まあ、踏んだり蹴ったりなんですけども、ここは右地と頑張っていきたいと思います。あそこの旗取れていったら、裏取りか、まあ、あっちの D の旗を狙っていきたいんだけど、さすがにちょっと警戒していますね、ディフェンダーが。なんで、こっちに引きつけて、2人引きつけて D を狙っていく。OK。で、もう闘魚あっち取りすぎてたの見たんで、特に心配がないかなと。で、このダッシュ速度の速さである。これが、ケイクサー先生の、強いゆえん、さ、サンドリ成功。さ、ここちょっと守りきりたいね、頑張って。ちょっと守りきりたい。なんだ、なんか感電してる。あ、うさぎちゃん、ありがとう、うさぎちゃん、ありがとう。最後は任せてくれ、このさ、大戦スパイと、痛い。そう、最後の最後まで痛みつけんなよ。はい、行きましょう、お願いします。ということで、ワノ国ステージやってまいりました。まあ、ワノ国はね、比較的、裏取りがしやすいステージだなと、個人的に思ってますので、まあ、今回ね、ワポルメダルをもつけてるので、まあ、基本的には、数多く死守していこうかなというと、3時これ取り終わった、まあ、いいか、これ取っていいか、取ってどうせ攻撃されると思うんだけど、ダッシュで逃げてっての、でスキル2で捕まえていきますと。 OK。 で、まあ、今回ワポルメダルをねつけてますので、まあ、これ逃げられたら、あ、ちょっと待って、これゲッターね、逃げられるんだよな普通に。何、あ、そう、まあ、これ 4-1 で今取ってるんでいい感じなんですけども、ここをちょっと維持していきたいなと。で、1試合中に2回ブーストを呼ぶような作戦でいきたいと思います。だがしかし、ここはさすがに無理、ちょっとお願いしたい。で、ただ裏取りができるんで、まあ、結構割とね 4-1 の状況をつかめやすいで、ワポル入れてるんで、お宝確保数が多いとね、ダッシュさらに 12% で、あそこ1人、これ前線上がってきて1人あそこ相手してるんで、僕は初期旗をしっかりと取っていきますと。まあ、こういう感じで裏取りがね、あ、また、お、すごいスルーしてくれためちゃめちゃスルーしてくれた。で、まあ、こういう感じに結構裏取りがね、やっぱめっちゃ強いとさ、先生は。で、ワポルを入れてくると、脱出速度が、あ、じゃあ脱出速度じゃねえか、確保、お宝確保数が多いと脱出速度さらに 12% 上げてくれるので、まあ、そこをちょっと維持していきたいなという作戦になっていますと。さあ、おでんさん、ここ一発さ、伸びる通常攻撃で、あそこもまずスタート、 ありがとうございます。スタートするとどうしても絶対にまずあそこの初期旗を結構振れる方が多いんですよね。そこで時間を稼いでる間に、これまたあっちも前線上がってきたじゃないですか。もうそこを私はもう無視しまして、ただいまとマイホームあー、もう本当に母親の味噌汁ぐらい安心感のあるさ、先生の裏取り強すぎるで、これでずっとお宝確保数をずっと有利な状況に保っていく。で、1試合多分こんだけずっと確保してれば、あ、初期貼っていったけど多分大丈夫ない、復帰のお願いしちゃって、ある程度この確保数多いところキープしていけば、1試合に2回ね、ブーストを呼ぶことができますので、で、相手ちょっとこれブースト中だったんで、果敢に攻めるというよりかは、まあ、しっかりと 2個分旗を守っていくような感じで、ここをまた貯めとけば、また最後ら辺終盤時間を稼いで真ん中の旗死守することができると思いますので。さあ、なごみちゃん来たのが鬱陶しいんだが、え、かわいい、うー攻略らってしまったら何もできない。でも、あっち行ってくれたな、おでんさん、ありがたい。ね、ここで気を引けば、まずおでんさんは旗取れるから大丈夫。で、あっちちょっと守りに行った方が早いから、これ。しっかりとあっちの方に、まあ、守りに、はいはい、なるほどね。これ、むしろ失敗したのは、なんか不幸中の幸いみたいなところある。なんで、ここの旗だけ取られないようにして、ほら、真ん中の旗が取れると。で、サンジさんが多分あっちの初期旗対応してたと、やばい、ちょ、危ない。対応してたと思うんだけど、あんだけマックスに貯めてたら、さすがのサンジさんでも時間が、かかるというところで、まあ、相手のどなたかを KO してしまえば、比較的簡単に旗を取れるような作戦になっていました。ありがとうございました。はい、で、よろしくお願いします。ということで、裏取りといえば、シャボンディショットやってまいりました。頑張っていきましょう。お隣さんは2年後、シャボンディショットでということで、再結成しました、ゾロさんがいられますけども、まあね、まあ、もうちょっと待って、若いのいきなり襲ってくるの怖くて、まあ、今回ね、やっぱ裏取りが強いというところで、そこをね、どんどこどんと生かしていきたいなと思います。なんで、しっかりと相手のマップを見まして、初期旗に、あれ多分ね、下に行く流れなんですけど、下に行ったが最後、ここからは、はい、私も得てきますこれが強すぎる。さあ、そして大事なダッシュ速度はいかがなものでしょうかと、いや、ぐいぐいぐいとガチ早い。ガチ早い。今何秒だったら、ちょっと何秒くらいで抜けたかちょっと見てないんだけど、まあ、ガチで早いと。で、こっち対応に来たら、もうこっちも行っちゃうよと。で、フランキーさんなんで、フランキーさんが、こっちの来る間に、私はもうこう強すぎる。早すぎるぞ。さあ、ここで、OKOKOK。これでピヨピヨしろ。ちょっと待ってよ。タイマンで勝てるかどうかと言われたら、まあいい勝負。ただ、ブースト来るから、ここ普通にいい勝負になりそうだな。ちょっと粘っていきたいな。ここは粘っていきたい、小ゾーン。
ただ、結構4旗維持できてるんで、これ多分1試合に2回ブースト来るんじゃないかなと思います。そうすれば結構ね、あの試合的にも有利になると思いますんで、んー、まあ、でもちょっとこっちの上一陣が結構好きになってるのがちょっとピンチ、でこれ多分上行くよね、あのどっちか、あーと思ったら2人とも上行ったな、あれちょっと待って、こっちはマップ見てたらこっちボコボコにやられる。んー、まあ、あっちはちょっとどうしてもお願いしちゃってね、2人来たのちょっとさすがにきついな。ここは逃げて、さあ先生、はい、ということでもう一度サー先生やっていきましょう。まあ、サー先生これ多分裏取りいけるんで、いきますと、はい、言ってきますこれさ何回やっても楽しいんだよなマジで。あ、気づいて対応してくるんだけども時数で押すし、ここはもう取り終えましたよと。で出し速度がマジで速い、サー先生に限っては。さあここでしっかりとさっきの仕返しを決めていく、残り40秒、ここは守りきりたいな、頑張って。それはさすがに当たったらやばい。オッケー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 。でサー先生通常攻撃意外と強くて、まあ、一発目伸びるし3発目残るしってことで、まあ、これねダウンしとけばこれ時間結構稼げるんだよね。それもサー先生本当に優秀なところんで、まあ、あとは、これ残るんよ。ほら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 。残ってちょっとグイって前に進め。それがね、マジでさ、先生、通常強いよ。通常強えな、マジで。さあ、ここ一発決めてって、いけ、あ、ナイス強すぎるが、しかし、試合的にはやばそう。残り10秒、下は多分すぐ取れるんでいいんだけど、残り10秒、ただここ取らないと俺負ける。下、なごみちゃんなんだけど、多分7秒で取れるか。7秒で取れるかな。お相手のダッシュとかメダル速度欲しい。あ、普通に取られたわ。普通に取られる。まあまあ、ちょっとごめん。